アメリカンピットブルテリアとは、アメリカ合衆国で改良された、刀剣用の剣種。通称は、ピットブル等で、アメリカンブルテリア、スタッフドシャーテリアなどとも呼ばれる。レッドノーズのコインヌ制剣男耳された、個体アメリカンピットブルテリアは、1870年代に、イギリスからアメリカ合衆国に輸入された、刀剣用のスタッフドシャーブルテリアから作出された、剣種である。 アメリカンブルドックなどを厳選して交配し、獅子の長い大型の犬となった。1898年、同年に創設された、ユナイテッドケネルクラブにより、犬種として公認された。アメリカ合衆国では1900年に刀剣が禁止されたが、非合法な賭博を伴う刀剣は20世紀を通じて、盛んに行われ、1990年代でも、 年間約1500頭のピットブルテリアが、刀剣により死亡したという。その一方で、飼い主に対しては忠実であるところなどから、コンパニオンドッグとしての人気もあり、マーク・トウェイン、発明家のトーマス・エジソン、セオドア・ルーズベルト大統領、ヘレン・ケラーなどの著名人の愛犬であったことが知られる。なお、ほぼ同じ用紙を持つアメリカン・スタッフォード・シャー・テリアは、 性格をより温厚にした犬種とされ、1936年にアメリカンケネルクラブに公認されている。ピットブルテリアは1980年代にイギリスに多く輸入されたが、人間に重傷を負わせる事故が多発したため、1991年に輸入、所有を禁止する危険犬法が成立した。イギリスではこの法を回避して、本犬種を飼うために、 アイリッシュ・スタッフォード・シャーブル・テリアといった名前で取引されることもある。筋肉質で力が強く身体能力は高い。必要運動量は膨大で毎日2時間以上の運動を1から2回必要とする。刀剣の一種であるため突発的な攻撃性も含めて飼育者及びその家族の完全な制御下に置く必要があり、犬の飼育初心者や興味本位で飼育するのは 困難である。米国疾病対策センターの調査によると、1979から1998年の20年間における犬を原因とする人間死亡事故238件のうち、犬種別で1位に位置した。また、同国の2012年時点の調査では、飼育犬中の占有率が6%なのに対し、死亡事故原因の61%を占めた。 被害者のうち半数は、飼い主と家族、もしくは同居人である。我慢強く、飼い主に対しては、忠誠心と服従心が強い性格であり、忠実なペットにもなるという意見もある。なお、現在ピットブルは、ショータイプ、等犬タイプ、ブリータイプの3タイプに細分化されつつある。また、ウェイトプルなどの競技に使用されている大型のタイプも、あり、 大きな個体では60キロを超えるものも存在する。豪州、エクアドル、マレーシア、ニュージーランド、プエルトリコ、シンガポール、ベネズエラ、デンマーク、フランス、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、ポルトガル、スペインでは、検種指定による法的規制が存在し、輸入と所有が禁止や制限されている。欧州のニューサウスウェールズ州では、 強制的否認を含む厳しい規制がある。米国でも、市、軍によっては、所有が禁止されている。カナダのオンタリオ州でも所有禁止。英国では所有禁止4県種のうちの一つ。2012年7月11日、北アイルランドのベルファスト市議会は、禁止規定に違反して飼育されていた7歳のピットブルの殺処分を行ったが、強い非難を浴びた。これには、 各国の愛犬家に加えて有名人や政治家など20万人が除名単元に署名していた。日本国内の飼育は禁止されていないが、茨城県の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例及び施行規則で特定権に指定され、飼育にあたっては特定権と書かれた標識を入り口に表示することとおりの中での飼育が定められている。 交渉事故はこれまで数件確認されており、飼い主には責任を持った飼育としつけが求められている。ありがとうございます。